B-1 はアメリカ海軍の潜水艦。B 級潜水艦の一番艦。当初の艦名はワイパーであった。ワイパーの名を持つ艦としては3隻目。ワイパーは1905年9月5日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1907年3月30日にローレンス・ワイ・スピア夫人によって命名浸水し、 1907年10月18日に艦長 D.C. ギンガム隊員の指揮下収益する。バイパーは大西洋艦隊第二潜水晶艦隊に配属された。バイパーは大西洋岸を巡航し、訓練及び演習を行った後、1909年11月30日にチャールストン海軍交渉で予備役となる。1910年4月15日に再収益し、 大西洋水雷艦隊と共に活動。1911年5月9日にチャールストン海軍交渉で予備役水雷グループ入りする。1911年11月17日に B-1 と改名された。B-1 は1914年4月にバージニア州ノーフォークに牽引され、急短艦ヘクターに積み込まれ、フィリピンに運ばれる。 1915年3月24日に、ルソン島のオロンガポに到着し、4月15日に、ヘクターの艦上から浸水、最終駅した。B-1 は1915年5月19日に、アジア艦隊水雷小艦隊、第1潜水分艦隊に配属され、その後マニラ湾で、第2潜水分艦隊と共に活動した。1921年12月1日、 B-1 はフィリピンのカビテで退役し、標的艦として海没処分された。ありがとうございます。